皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回は毎年夏の間8月だけ開館しているという河口湖自動車博物館に行ってきましたので、その様子をご紹介したいと思います。貴重な車がいっぱい見られます。それでは行ってみましょう。ここかな。あ、ここだな。川口湖自動車博物館、ここです。入ります。うわ、なんかすげえいっぱい来てんな。これ駐車場ぎゅうぎゅうですよ。はい、到着しました。入り口にはドゥーシーウォーのフルコネットですねが展示してあります。はい、川口湖モーターミュージアムザ・原田コレクションとなってます。パンフレットをいただきまして中に突入します。入り口にはイセッタが置いてありますね。はい、最初に出迎えてくれたのはキャデラックのエルドラドですね。うすらでかさがすごいですね。やっぱこの当時のアメリカ車ってのはとにかくでかいですからね。全長6メートル近いんじゃないでしょうか。そうですね、5.7 メートルってなってますね。この頃のアメ車って一番ね、勢いがあった頃でかっこいいですね。またこのオープンっていうのが活かしていると思います。はい、続いて今度はモーリスのミニクーパー S です。いやー、今度は全長半分ぐらいの車ですね。で、隣にあるのはミニのモークですね。ミニをベースにした軍用車という形で開発されたらしいですけども、結局ビーチバギー的な使われ方が多かったみたいですね。これ実は欲しいんですよね。ダットさん311のシャシですねが展示されてます。いや、昔の車シンプルですよね。分かりやすい。なんか昔の自動車の教科書に出てきたみたい。そしてその後ろにあるのが、これが目玉ですね。ここのフライングフェーザーマーク2となっております。スバルのエンジンが乗っかってるようですね。まさに見かけは航空機のコックピットみたいですよね。ハンドルがね、よく映ってなくて見えないんですけど、このフロントのカウルの下あたりにね、ちゃんとついてます。なんかこれハンドルっていうよりも操縦桿で動かしたくなりそうな車ですね。まあ、ショーカーなので、市販はされてないと思いますけれども、いや、こんなん乗ったら面白いですよね。続いてダットさんの110、綺麗ですね。でその横にはミゼットのバーハンドルタイプが並んでます。はい、その隣にはこれもやはりダイハツの、ま、リアカー付きオートバイっていうんですかね、が展示されております。はい、その隣にはミゼットのバーハンドルじゃなくて丸いハンドルのタイプですね。ここは国民車のコーナーですね。マツダの R360 クーペ、これ実はうちの父親が乗ってましたね。その隣はスバル360。続いてシトロエンです。この辺りはフランス車のコーナーですかね。なんかまるでギャングが乗りそうな車です。お隣はドゥーシーウォーです。そしてこれパナールですね。このパナールっていうの、まあ、今ブランドそのものはなくなっちゃってますけど、吸収されたんですかね。そしてその隣は、アルピーヌの110ですね。これはやっぱかっこいいですね。この小ささがいいですね。最近新しいのでね、復活しましたけど、やっぱりねサイズ感がね全然違っててね、これと並んでるところを前大磯で見ましたけれども、この昔の車やっぱ小さいところが個人的にはものすごい好みです。これでパナールって呼ぶんですよね。読めませんね。フランス語って難しそうですね。この辺りから
自分の一番好きなねジャンルの車が出てきます。フェラーリ 275GTB です。フェラーリの初のロードカーというふうに言われてますね。あの行動用に設計された車っていうことです。やっぱりこのロングノーズのね当時のやっぱり60年代とかのスタイルが美しいですよね。お隣はフェラーリの 365GTB4 です。通称デイトナと呼ばれています。この車は後期型ですね。ヘッドライトがリトラクタブルになっています。前期型は、ね、プレキシグラスの板がはめ込まれているタイプですね。続いてフェラーリ 512GT4BB です。フェラーリの12気筒ミッドシップ最初のモデルとして 365GT4BB がありますけど、まあ、それのエンジンを5リッターに拡大したタイプです。まあ、エンジン以外にも、外板がアルミから鉄板になったりとかですね、いろいろ大きな違いがあります。並べてね検証してみたりしたら面白そうですけどね、そんな機会はなかなかないです。続いてフェラーリの F40 です。これはねジャジャ馬で有名な車ですよね。もうめちゃくちゃドッカンターボっていうことで、事故起こす人もいっぱいいたようです。確かね当時フェラーリの F1 ドライバーだったゲルハルト・ベルガーがこの車に乗ってこんな車市販しちゃいけないって言ったとかいうコメントをなんかで読んだことがあります。フェラーリ40周年記念の F40 に続いて今度は50周年記念の限定車 F50 です。スタイリングはねちょっと好みが分かれそうな顔つきをしているなっていう気はしますけれども、かなり乗ると面白い車だっていうふうに聞いております。ここでちょっと上を見てみたらなんかフェラーリ 308GTS が飾ってあるなと思ったんですが、どうやらなんかちょっとちっちゃいんですよね。3分の2ぐらいのサイズに見えます。これ何ですかね、詳しく見てみたいものですね。この辺はオープンスポーツカーのコーナーでしょうか。この飛び出た目玉が可愛らしいのはオースチンヒーレースプライトです。通称カニ目と呼ばれて有名ですね。カニ目の隣はトライアンフ TR3、 そしてその隣がホンダの S800 です。解説のパネルは S600、S800 となってますね。その隣はダットサンフェアリディ SR311 ですね。この車は国産車で初めて時速200キロの壁を越えたっていうふうに言われてます。こちらはフェラーリの 330GT2+2 です。日本に初めて輸入されたフェラーリというふうに書かれてますね。当時こういう車に乗った人ってすごいですよね。ここからランチアが続きます。これはランチアフルビアですね。これもねラリーで結構ね活躍した車ですね。ストラトスの前の世代になるんですかね。非常に上品なデザインでかっこいいですね。続いてランチャラリーです。外観はランチャベータとね似た感じですけれども、中身はマルキシ別物のグループ B カーです。グループ B としては最後の後輪駆動になるのかなと思います。もうこの時代にねもう四輪駆動がだんだんこう乗してきて四駆じゃないと勝てない時代になっていきました。はい、ここからアルファロメオです。このエンジンもアルファの4気筒ですね。隣が、ジュリアスプリントです。この頃のアルファロメオってね種類いっぱいあってよくわかんないんですけど、でもこの美しいデザインはいいですね。もう曲面で全てが構成されてるっていうのが書いてありますね。曲線のみでデザインされた見事なフォルムと書いております。これで200キロも出るんですね。素晴らしい。アルファロメオの隣には、奥にマセラッティクアトロポルテが置いてあります。その手前には、イタリア製の単車が3台、 MV アグスター、モトグッチ、そしてドカティです。
はい、その隣にはフィアットのムルティプラです。まあもうミニバンの走りみたいな感じですかね。ちっちゃいボディの中に結構の人数が6人ぐらい乗れるようになってるんですかね。素敵な車ですね。ここからまた私の大好物な車が出てきます。ランボルギーニカウンタック、 LP500 ですね。カウンタックといえばやっぱりスーパーカーの王者、子供の頃のスーパーカーブームの頃は、このカウンタックとさっき出てきたフェラーリの BB っていうのがね、まあ、人気のツートップだったと思います。自分はフェラーリよりランボルギーニ派でしたね。この車が見たくて河口湖自動車博物館に行ったと言っても過言ではないチゼータ V16T です。この名前の通り V 型16気筒エンジンが乗っかっています。この16気筒っていうのはランボルギーニブラッコの3リッター V8 エンジンがベースになってます。そのエンジンを横に2個並べたような設計になっております。スタイリングは隣のカウンタックと比べてみても分かる通りマルチェロ・ガンディーニさんのデザインですね。この車は、もう10台ぐらいしか作られてないというふうに聞いております。なのでこれはもう見られるだけでもですねありがたいですね。あね、どっかでこれね走ってるところとか見てみたいし、エンジンの音だけでも聞いてみたいものです。今まで2階のフロアを見てきましたが、こちら1階になります。こちらはですねもう少しあの古い割と戦前とかのね車とかが主に展示されております。自分はねあのスーパーカー世代で、やっぱ60年代後半ぐらいから80年代ぐらいまでの車が一番好きでして詳しいんですよね。この辺りの車はねあのいいなとは思うんですけど、正直あんまり詳しくないので解説も非常に浅くなってしまいますのをご容赦ください。この河口湖自動車博物館はカメラでの撮影とかビデオカメラでの撮影っていうのは禁止されています。ただ携帯電話やスマートフォンでの撮影は OK です。で動画はもしかしたらダメなのかなと思ったんですが、聞いてみたところ構いませんということでしたので、こうやって動画で紹介することができております。この辺りのね車って結構ボディがでかいですよね。やっぱエンジンが大きいんですかね。これはメルセデスの 540K スーパーチャージャーがついてるってことですね。 2.7 トンだそうです。そのお隣はブガッティでしょうか。このパテー型のねグリルが特徴ですよね。ブガッティのなんかミニカーみたいなのが置いてあります。そして、ブガッティが、まあ、続いたところで、その奥にこのパステルカラーの車が置いてありますが、非常に気になりますよね。これはですねアルファロメオのショーカーだそうです。ちょっと名前はね書いてないんで分かんないんですけど、まあ、なんとも言えないおしゃれな車ですよね。1階の中ではこれが一番気になりましたね。あ、これはロールスロイスですね。そしてまた、クラシックカーが続きます。このちっちゃな車、これダットサンですね。色もいいですね。非常に可愛らしい。こういうの乗ってドライブしたら気持ちよさそうですね。はい、ここら辺は MG が並んでますね。 MG の TD とかそのあたりでしょうかね。
結構日本にも MG はいっぱい輸入されたっていう風に、ここの解説の看板に書いてございました。で、MG が続いた後には、フォルクスワーゲンビートルですねのボディとシャーシーが分離されたのが乗っかっております。で、ここにはシュトロエンの H トラックがあって、で、ポルシェの356ですね。美しいですね、この車も。このフェンダーの、ね、奥にタイヤが奥まってるブリキのおもちゃ感がいいですね。そして隣があの有名なメルセデス 300SL です。これが本当のガルウィングですね。ランボルギーニカウンタックもね、子供の頃はガルウィングって言ってましたけど、ガルウィングってカモメの羽って意味なので、これは本当のカモメの羽でガルウィングです。ランボルギーニカウンタックのはあれはね、シザードアとかね、スイングドアとかいうのが正しいかと思います。はい、ここ BMW502 って書いてあるんですが、なぜかこの車だけカバーがされていて見ることができませんでした。謎ですね。なんか隠されてるのなお見たくなりますね。はい、ということで今回は河口湖自動車博物館のご紹介でした。冒頭にお話しした通り、ここは8月しか開館してないということですので、今年は残念ながらもう見れないので、気になる方は来年8月ぜひ行ってみてください。ちなみにこちらは隣に飛行館というのがありまして、飛行機が展示されているらしいです。まあ、自分は飛行機あまり興味がないので入らなかったんですけれども、興味のある方はこちらも行ってみてはいかがでしょうか。今回の動画はこの辺でおしまいにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。